20代女性春るさん私は自己肯定感が低いくせにプライドだけは高い人間です大変ですねえなので常に他人の評価を軸に生きてきてしまいますはいはいはい最近では美人だと思われるために政権も考えています人からの評価ばかり気にする自分が嫌ですどうしたら変われるのでしょうかというですね。ねえ20代女性春るさんですけどもうーん相談部が矛盾してるな矛盾してるなあのね 人からのの評価が気になるのに、なるそういう自分が嫌っていうのはあここが僕矛盾してて気になったんですけどもですね多分ねまあ、まあ、まあこんなこと言うのなんですけどそういう自分が嫌っていうのが嘘なんじゃないのかなあのプライドが高いって言ってて言るのはここなんですよ。つまりプライドが高いから人からの評価が気になるプライドが高いから整形しようと思うっていうんじゃなくてそんな自分が嫌だっていう実は考えてないことを考え てる。<laughs> そこがプライドなんじゃないかなあの別に人からの評価が気になるんだから整形しようで。 いいんじゃないかと思うんですよね。そういう人は僕は嫌いじゃないし、そういう人はまどんどん増えてると思うんですね。あの整形しようって考えている人もそうだし、あそれありだと思うよという僕みたいな人間も増えてると思うんですけども、問題はでもそういう自分は嫌なんですっていうプライドゆえのねなんか嘘だと思うんですよね。あの見栄っ張りなくせに自分に深みがあると思いたい。だから自分には深みがあるので、あのー、なんかこう。 なんだろうねみあの評価他人の評価ばかりが気になるんですでもこんな私ってダメでしょっていうエクスキューズがあって私もそこんとこ気がついてるんですっていう,ふうに言ってんだけどもそれはねそういう深みへの憧れは手放していいんじゃないかな本来人目が気になる人間がそんな人間的な深みなんて目指しても無理なんだから、うん、あのそっちの方を手放した方がいいと思いますあのもしこれ全然違う私はもっと違うんだって言うんだったらあのすみませんあのお便り追加で いただければ、もうちょっと考えます。